ドッグホームチャンネル。はい、こんにちは、ドッグホームチャンネルへようこそ。今日のお座りトリバー、相変わらずカジカジのうちのあきちゃんと、こちらお客さんのミックス犬のチョコくんになります。よろしくお願いします。で、5月の頭なんですけども、今日もちょっと風の音入ってるかな。風は強いんですが、すごい暑いんですね。で、チョコくんシースーとポメラニアンのミックスなので鼻が短いんです。秋と比べるとね、秋はこれだけ鼻あるんですけれども、鼻が短いんで特に暑さに弱い犬種なんですね。で、短い犬種がどうして暑さに弱いかというよりも、犬が暑さをどうやって回避しているかっていう簡単なお話なんですが、犬って暑い時はハハハハ舌を出してやると思うんですけども、それパンティングっていうんですが、このパンティング今チョコちゃんやってるんですけども、やってる時に物の本とかにはベロを出して、それでベロを冷やして体を冷やしてますっていうちょっと謎な解説の仕方があるんですが、そうではなくてハハハハすることで上顎を冷やしてるんですね。で、上顎を走る血管の中の血液を冷やして、その血液が冷えた血液が脳に回るんで、脳のオーバーヒートを防いで熱中症を防いでるんですね。なんですが、こういう担当種、やっぱり他のこの鼻の長い犬種と比べるとここの部分が短いので、上顎が短いんですね。それだとやっぱりどうしても冷えにくくなってしまうので、こういう短い犬種は熱中症を起こしやすいって言われてます。なので、もう5月からね、普通に人間もちょっと熱中症で倒れてしまうこともあると思うんですけれども、犬も同じなので気をつけてあげてくださいね。で、チョコくん今これハーハーやってるのは暑いんではなくて緊張と興奮でハーハーやってます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。